おお山下、お疲れちゃん。お疲れ。いやー、もう俺たち高校2年生か。稽古は何か部活入ってるんだっけ私バドミントン部なの。バドミントン練習きついまあ、うちの高校どこも強行クラブばっかりじゃんバドミントンも例外じゃないよ。そうよな。どこの部活も全国ほとんど出てるもんな。山田くん、サッカー部でしょサッカー部どういやー、毎日きついんだわ。朝練、午後練、土日もがっつり。走りまくってるよ、いつも。そうか。山下もすごいよな。2年生なのにレギュラー取って。いやー、そんなことないよ。え山下君ってバスケ部にもいなかったこの前。えああそうだよ。えなんでどういうこと まあ,あ俺部活一応全部入ってるから。え全部うん。は確かなんか男子バドミントンにもいたよね。うん。俺全部の部活練習出てる。はしかもこの前県大会優勝してなかった。うん。バドミントンで県一位取ったよ。は待て待てどういうこと全部の部活で活動しとるん。うん。野球部も俺ピッチャーだし、多分今年甲子園出るよ。はだからなんかたまに練習抜け出して他の部活に練習参加しとるん。うん。同時に弓道部、バスケ部、吹奏楽部もやってるよ。俺指揮者だし、今週末発表会あるんだ。やば！一人で何個助けこなしとるんや。はマジ疲れないの。うん。それが割といける方なんだわ。は 吹奏楽部の指揮者までやっとるのサッカー部がそう、指揮者おらんと練習成り立たんから、俺部活の合間縫って吹奏楽部に合流して指揮者理をこの前はサッカーの試合のハーフタイム中に監督に行って抜け出して指揮者してた。や<だ>心臓なんかあるやこいつ体力オンババオバキやんマジか柔道部も入ってるけどあまり顔出せてないな。一応副部長なんだけどな。柔道部副部長なんうん。この前バスケの練習試合のハーフタイムに柔道一本試合してきた。普通に勝ったよ。あと陸上もやってるし、あ、そうだ。あと帰宅部もしてるから、帰宅部友達とも仲いい。帰宅部って北してないよ あと、鬼滅の刃討論会。23円以内貧乏飯部。世界パリピ同好会とかも入ってるんだ。俺に休日なんてないよ。でもそれがいいんだ。俺にとって人の何倍も思い出作れるし。おっと、そろそろ国家転覆部の会議の時間だ。ちょっと行ってくるわ。いや、こいつ何者なの国産アニメは LINE スタンプを4種類販売しています。ぜひ見てみてね。購入リンクは動画のコメント欄と概要欄から飛べます。